それでは、本日の、6月11日ですね、今日はね、今日は6月11日の、100歳千人教授職を紹介したいと思いますね。昨日は爆弾低気圧が関東を襲いました。それでここ鎌倉門を今や、早朝は10度があったんだね。10度ぐらい15度下がってしまいました。今は開始です。で本日はこのメインディッシュは朝ですよ。キュウセンベラですね。キュウセンベラの塩焼きです。これは先週たくさん釣ってまいりました。このキュウセンベラの塩焼き、それからこの下にあるのがその時一緒に釣ったイワシね。これいつも塩焼きしています。こいつがもう大変こううまいんですね。瀬戸内海では最高級魚ですね、これはね。それから本日のご飯はたけのこご飯、たけのこご飯ですね。それで、庭の木の芽をたっぷり添えています。それに、すりごまをこれ振りかけて、それから梅干しですね。それでこいつが本日の野菜スープ、野菜スープでございますね。何でしたっけ、これは玉ねぎに玉ねぎと人参とじゃがいも、じゃがいも、キャベツとたけのこもを煮たのをミキサーですりミキサーでね、してね、たけのこご飯のを一緒に入れて潰して一緒に入れてあげた、とろみを出しましたみたいな。こいつが成長剤ですね。成長っていうのは腸に非常に成長剤ですね。それから大根、それから納豆、赤かぶと、これはもう100歳千人長寿間違いないと、こういう食事を。今日はお父さんお腹の調子が良くないので、お腹の調子がですね、玄米じゃなくないので、このたけのこ、ご飯っていうのが意外や意外、美味しいですね。結局これは薄くスライスして、それで白いご飯と、混ぜています。お酒とお酒を入れてね、炊いたお酒を入れて炊くんだ、うん、はい、これが本日の朝食でございます。はい、いただきます。いただいたね、原田さんからいただいた竹の子、はい、これがうまいんだよ、うん、これがね、九泉さんがね